2016年ダイエットっていう感じで、今日が8月の10日の水曜日ですね。今朝の体重が 72.6 と、まあ、昨日よりは若干減ったんですけれども、今週中に70を落とすっていう目標のためには、今日水曜日ですね、今日の夜頑張らないといけないですね。全く食べなければですね、明日の朝は相当落ちてるとは思うんですけれども、70キロ今週中に切るっていうのも可能になると思うんですけれども、やっぱ筋トレの後はですね、どうしてもこう栄養を入れときたいところがあるんですよね。でも筋トレ愛好者というのは筋肉を落としたくないからといって、ついつい食べ過ぎる傾向にもありますからね、その辺を注意して、まあ、ちょっと頑張らないといけないですね。まあ、お盆があるからですね、お盆はどうしても食べてしまいますからですね、今週が勝負かなと。まあ、大会まであと25日なんでね、ちょっと緊張して頑張らないといけないですね。今オリンピックやってますけれども、オリンピック選手たちの表情を見てたらすごい追い込み方ですよね。まあ、あんな感じで、まあ、食事、自分の食事ぐらいはですね、コントロールしていかないといけないですね。まあ、そこが難しいんですけどもですね、まあ、食べたいから食べるっていうのはもう楽器ですよね。そういうのはいけませんよね。まあ、しっかり、まあ、体重を落とすことよりも自分のこう、心のコントロールっていう感じでダイエット頑張ってみたいと思っております。